まあそれにしても、ですね、まあ、明日も、まあ、いろんな,なんか選挙があるみたいなんですけども、も、まあ、ネット見てたらです、ね、あこれ、あのなんか興味深いなと思ったのが、やっぱり東京都のですね小平市で行われる小平市長選ですね、えー、まあここがですね、まあ、与野党一騎打ちということで、そのまあ、野党系と与党系の新人一騎打ち。 とということで、まあ、こでれもすごくあの注目かなと明,日明日ですね、4月4日、えー、投開票ということで、まあ、ここに出られる方がですね、えー、野党系としては小林洋子さんという方で、まあ、元 TBS の,のなんかラジオのアナウンサーとかやってたんですかね、いろいろやってはった方みたいで、この小林洋子さんという方を立憲民主、 え、共産、え、国民民主、え、小平生活者ネットワークが推薦していると。んで、まあ、対するですね、まあの、与党系としてはですね、元市議会議長の磯山良さんを、え、自民党と公明党が推薦しているということで、まあ、ここが、あのー、 注目かなと。で小平市っていうのはですね、今まで小平市長っていうのは、小林正則さんっていう方が4期やってはったということで、この小林正則、えー、市長っていう今まで市長はですね、これ野党系なんですよね。えー、まあ、そういう意味でもですね、まあ僕としても、えー 小林洋子さんが野党系という、まあ、あの前首相も小林さんなんですけども、まあ、今回の小林洋子さんも同じ名字なんですけども、まあ、これは関係ないんですかね、別に親子とかそういうことでは全然なくて、まあ、名字が一緒であると。 とそうではないと。後継候補でもないっていうことでねで。小林市長はですね、後継候補は決めないと。まあ、だけどもですね、あの、考え方が一番近いのはこの小林洋子さんやっていうことでね。まあ、ややこしいんですけども、まあ、あの、まあ、野党系は小林洋子さんっていうことで、まあ、あの、これは頑張ってほしいかなと。で、まあ、選挙情勢っていうのはよく、 まあ、わからないというかね、まあ、ネットでは、ま、あの、接戦じゃないかというふうに、まあ、あの、まあ、支持者の方は、なんか書いてあったりとかして、まあ、でも、あの、本当に接戦なのかどうかっていうのはね、まあ、あの、マスコミの感じでは載ってないんですけども、ただ、ただですね、やっぱその小平市長選、前回の小平市長選ではですね、小林正則さんが圧勝していると。えー、2万8000ぐらい取ってですね、圧勝しててね、 まあそういう意味でもですね、まあ僕はその、あのー、この小林洋子さんが後継候補ではないにしてもですね、まあ勝っても全くおかしくないかなというのはですね、あの、思えるかなっていうね。うん、でやっぱその、なんていうんですかね、その、小平市議選っていうのが、こ2019年なんですかね。 えー、2年前ぐらいに、あのー、あったんですけども、小平市議選、2019年の4月ですね、あったんですけども、まあ、ここでもですね、えー、自民公明の、ま、あのー、市議さんたちと、あと野党のね、えー、立憲、共産、えー、社民ですかね、あと、生活者ネットワーク、これ合わせるとですね、 あの、結構得票してるんですよね。あの、小平市議選では自民公明合わせると、まあ、2万8000票取っててですね。で、野党系、立憲、共産、社民、生活者ネット、あと、まあ、緑の党も、ま、野党系って言っていいと思うんですけども、それを合わせると、2万5488票ということで、まあ、きっ抗してると、まあ、ただ市議選だけ見ると、まあ、自公の票が、 えー、3000秒ぐらい、あの、多いのかなっていう感じはするんですけども、ただ市長選になると、えー、今までですね、その、小林正則さんが、まあ、圧勝してきたと。前回28,308票、えー、今の市長が小林さんとか取っててですね、で、えー、自民推薦の、まあ、方はですね、1万5000秒ぐらいしか取ってないと。えー、それで負けてるっていうことでね、まあ、そういうことから言って、 でもですね、今回、えー、小林洋子さんが、えー、まあ買っても、あの、決しておかしくないんじゃないのかなっていうね、ね、TBS ラジオ情報キャ,スキャスターをやってるんですよね。えー、まあいろいろ、あの、まぁ、あ、小林洋子さんという方も、まぁ、あ、えー、2011年の市議選に当選後以降、えー、3期連続当選してるっていうことで、まぁ、あ、あのー、 前回の、えー、市議選でもですね、まあ、2位当選ですかね、えー。2位当選してるかなと。えー、3800票を取って2位当選してるということで、まあ、そういう意味でもですね、えーまあ、今回、えー、市議を辞、えー、めての市長選の出馬ということで、で、まあ、相手になってるね、まあ、自公の候補、 ももの方も磯山亮さんという方も、まあ、3位当選、まあ、ただ2900票なんで、まあ、その差はあるかなと思うんですけども、も、まあ、この方もまあの議長をやったりとかしてはるんですかね、まあ、そういう意味でもですねまあ、強い、まあ、どっちもですねまあ、有力というか、どっちもその,なんていうのどっちが勝ってもおかしくないかなっていう感じはするんでね。 まあそういう意味でもすごく、まあ注目かなと思いますね。この明日なんでね。明日投開票なんで、まあ明日結果が出るっていうことでうん、まあこれやっぱり野党系にね、やっぱ頑張ってほしいかなと。で、それをまあ都議選とかね、衆院選につなげていってもらったらいいかなと思うんですけども、まあ都議選、前回の都議選では小平市ではですね、都民ファーストと自民が取ってると。 民進系と共産党が、まあ、あの2人出てたから、まあ、こう合わせれば、ね、通ってたかもしれへんなっていう、まあ、感じなんですまあやっぱり都議選は、ね、やっぱその共闘というか、う共産党も結構。 共産とか強いんで、まあ、それは難しいんちゃうかなと思うんですけどもね。うん、まあ、ただ今回はね、都民ファーストも、えー、公明党とは組まないっていう組めないということでね、自民と公明のまあ、あのタッグが復活したということで、まあ都民ファーストは、えー、今回どうなるかっていうのもね、うん、っていうとこでもですね、まあ注目かなとこう都議選を見てもね。うん、まあ、だからまあ本当こ ねえ、まあ、今年は衆院選があるわけですから、まあ、そこに向けてもですね、やっぱりこの一つ一つ、えー、あの、こう、市長選とかでもね、まあ、特に東京なんかではね、えー、2月ぐらいでしたっけ、なんか、あの、西東京市長選では結構野党系の、ね、方が惜しかったんですよね。戦、えー、もうほんと僅差で、 あの、野党系が競り負けたっていうのがあったりとかして、だから、盛り返してきてほしいなっていうのはね、僕は思うんでね、まあそういう意味でも、この小平市長選の、この明日、まあどういう風な結果が出るのかなっていうのは思うんですけどもね、うんまあやっぱり野党系がね、えー、今まで野党系がまあ圧勝してきたっていうのはあるんで、まあ、今回も野党系が圧勝、 えー、小林洋子さんですか、こう、圧勝するとね、いいなと思うんですけどね。まあ逆に圧勝っていうか、野党系が勝たなかった場合ですね、やっぱ都議選だったり、衆院選大丈夫かいなっていう風になってくると思うんでね。うん、まあそういう意味でも、まあ面白い選挙かなと思いますね、明日の選挙はね。うん、で、まあ明日告示されるね、兵庫県の宝塚、まあ、市長選も、まあ野党系、 がねあの出るっていうことで、まあ、注目してるんですけども、まあ野党系がですね、まあ、市長選、勝っていくっていうかね、あのともう、小平市長選なんかやっぱ取ってほしいですよね、確実にね。だそれによって、やっぱり次の衆院選とかね、次の選挙、まあ、国政にもつながっていくのかなと、都議選にもね、つながっていくのかなと思うんで。 まあなんかね、まあ野党は今んところその国政では支持率とか、えー、あんまり伸びてないなっていう感じもするんでね。そういう意味でも、まあ着実に取れるとこは取っていくっていうかね、勝てそうなとこは勝っていくえ、取っていくっていうことが、まあやっぱり支持にね、あの、つながっていくんじゃないのかなと思うんで。これ明日本当にね、小平市長選、えー まあ、いい結果になればですね、まあ、また野党にも勢いつくんちゃうかなという意味でもですね、これ注目かなと。うん、もこれ多摩地区に当たると思うんですけども、多摩地区は結構野党がね、取ってたりするんでね、まあ、そういう意味でも、まあ、注目して、まあ、有権者の方はね、あのー、投票行ってほしいなと思いましたけども、ね。チャンネル登録よろしくね。